はい。ついにね、あの、キラキラ王子様たちに会ってきましたよ。とはいえ、あれですね。あの話をしないとですよ。はい。当落問題ね、例の。もうみんなびっくりでしたよね。最初は、当落結果の発表が20時ぴったりだったはずなんですよね。数分経っても表示されずで、ずっとそわそわしてたんですけど、確か20分か30分くらい経った頃ですかね。ようやく結果が表示されたと思ったら、およそ10分間、本来落選のシリアルコードが全部当選と表示されていて、たくさん応募した人は特に、当選と、なんか向いても玉ねぎみたいな状態で、大混乱になったわけです。あれ、実は、本当の当選画面を見た人は分かったと思うんですけど、偽物っていうんですかね、あの当選案内には詳細が記載されていなくて、本物の当選シリアルの画面のみ、詳細がきちんと表示されていたんですよね。実際の当落画面はこちらなんですが、私も最初この結果を見たときは正直焦ったんですけど、まあ冷静になってね、確認してようやく気づくことができました。ただね、本物ではないとはいえ、あの当選の2文字を見た後に落選に修正されても遅いわけで、がっかり感はいつもの落選で感じる悲しさよりも相当ショックが大きかったと思います。しばらくしてから、まあ、謝罪の案内っていうのはあったんですけど、まさにあの10分間は天国と地獄が同時に来た瞬間でした。そんなこんなで、ミーグリ当日を迎えるわけですが、私が今回参加した対面会は、全員ハイタッチ会になります。20時前ですかね、駅に到着したのは。建物の中が意外と遠くて、20時10分ですね、すでに長蛇の列でした。時間になると、ホールのシャッターが開いて、入場受付が始まりました。そしてさらにブースごとに分かれて計2階の受付を済ませます。中に入ると左から ABCD のブースが順に並んでいて、チケットに記載されている整理番号順に呼ばれて整列待機するという流れでした。ステージは私の肩くらいですかね、高めのステージだったので遠くからでも視界は良好でした。で、ここになると、ステージにメンバーが入場して、最初にスビンとヒュニンカイが登場、そしてボムジが40を支えて出てきてくれて、最後にテヨの順番で出てきてくれました。メンバーのね、挨拶の後は撮影会だったんですけれども、たった数十秒のスピード撮影会で、私のお隣様は、ものすごい速さでシャッターを切っていて、私はというか慌ててしまって、もう誰だかわかんない人の頭を撮影しちゃってたみたいですね。今まで見たことがないような勢いのある撮影会だったので、ちょっと圧倒されてしまいましたね。で、そんな感じで高速撮影会が終わった後は、すぐさまスマホをしまうようにアナウンスがあって、メンバーのね、ミニトーク会がまた始まるわけですが、ヨンジュンがカメラを向けられると緊張しますねってお話をしてくれたり、テヒョンが夜道危ないから気をつけてねとコメントしてくれたり、それぞれのメンバーが一言ずつお話をしてくれました。そんな感じで3、4分程度のミニトークが終わって、いよいよハイタッチ会となるわけなんですけども、最初にですね、手に消毒をして、順番にゾロゾロ入っていくわけですが、ハイタッチは片手のみということで、最初にね、お出迎えしてくれたのは、あのね、ボムギョでした。ボムギョはね、ちょっとね、足骨折してたので、座ってお出迎えということだったんですけども、目がね、キュル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 して、本当に可愛い顔立ちでした。そしてね、テヒョンはね、凹凸がはっきりした顔で、ほんと鼻が高いし、スリンは、まあ、色白だけど、首元がね、結構がっちりとしていて、男らしいスタイルで、とにかく爆イケメンでした。40は首がスッと長くて、全体的に細身のモデルスタイルって感じで、ヒュニンカイに関しては、
まあ、もしかしたら最後で余裕があったせいか、一番お顔をじっくり見ることができまして、まさに拳サイズの衝撃の小顔に異次元かと思ってしまいました。いや、小さい。ヨジャのね、ケプラーちゃんの友人がめちゃめちゃお顔小さいんですけど、まあ、そのくらいのね、同じ衝撃を受けまして、もちろん全員背が高くてね、本当に全員ビジタンと言われる意味がよくわかりましたっていう感じで、もう圧巻でしたかね。はい。そしてね、今回骨折したボムギュがモアのためにはるばる韓国から来てくれたことも、リリーベの最中もヨンジュンがずっとボムギュを支えていたこともね、感動でしたよね。ハードスケジュールで大変なイルカツだったと思うんですけど、その中でもね、こうやって頑張ってくれる姿に感謝感謝ということですね。はい、あっという間でしたが、今回のレポはここまでということで、はい、また次回お楽しみいただければと思います。またねー。